阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは進行アムール。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく進行アムール行きました。続いて前へ行くのはエリモウォー、さらにはエイトマーチ、6番ケニートウショー、その後ろ先手を取ったのはエリモウォー、少し間が空いてエンマフォーム、その外からオリーブチャーマー、内からはエロクエントスルー、ジョソウェル、この位置です。並んで4番エンマポリスマン、これに続くのがメジロカリム、最後方にパップコンスタンス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番エリモウォー、依然として先頭、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ8番エリモウォー、進行アムール、ほとんど差がありません。間を挟んでエイトマーチ、3番手ジョスウェル、ぐんぐんと差を詰めてくる。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エリモウォー先頭、外から勢いよくジョスウェル、さあ先頭に立ったのはジョスウェル、残り 200m、 ジョスウェル伸びてきた。エリモウォー必死に追う、ジョスウェル差を広げる。2番手はエリモウォー、ジョスウェール1着、ジョスウェール完勝。2着はエリモウォー、3着にメジロカリム、これが G1 馬の実力だ。ジョスウェール、中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。おっと遅れたのはドッティパーティー、さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ボロミスハビット、前に行きそうです。アマミラブウェイ、それに続いています。さらにはウィンドグラウベン、7番アポロパーチェス、その後ろボロミスハビット、先手を取りました。その外にダイゴチャイムズ、その外からドッティパーティー、カフェツリー、それに続いています。その隣にツシマウェイ、すぐ後ろに東海チェスト、大成テンプル、すぐ後ろ、この辺りで先頭が変わりました。ドッティパーティー、まだ粘っています。2番手はダイゴチャイムズ、ウィンドグラウベン、3番手アラバクアリアーノ、いい位置です。さあここからどうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はアラバクアリアーノ、残り 200m、 アラバクアリアーノ伸びてきた。2番手はアマギラブウェイ、アラバクアリアーノ先頭だ。先頭はアラバクアリアーノ、1着でゴール、2着はアマギラブウェイ、3着にアライブドカット、1番人気に応えました。アラバクアリアーノ見事です。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。パピルスクリーム、前に行きそうです。ハイキヘッジズ、それに続いています。さらにはジロルディームズ、栗色の馬体、ダスティーマナー、その後ろジロルディームズ、先手を取りました。オリーブグラス、それに続いています。並んで11番アルキーオペラ、東海ヘラクレス、この馬もこのグループ、これに続くのがオフショアキララ、黄色の帽子、バルクルーツ、その後ろガバナージェネラル、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にカフェトゥース、その隣にミヤトトレダム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番ジロルディームズ、依然として先頭、すぐ隣にオリーブグラス、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。そして大きく離れてパピルスクリーム、この位置です。その外から東海ヘラクレス、
ここでオリーブグラス先頭に変わりました。チロルディーンズほとんど差がありません。間を挟んでパピルスクリーム、3番手ガバナージェネラル、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はチロルディーンズ。さあいよいよ直線の攻防、チロルディーンズ先頭、リードは2馬身から3馬身、あと 200m、 後続は遥か後方。残り 100m、 後方から一気にガバナージェネラル、2番手はアルキーオーテラ、先頭はチロルディーンズ、1着でゴール、2着はガバナージェネラル、3着にアルキーオーペラ、見事に勝ちました。チロルディーンズ